例えばこの試合とかって、まあ、通して多分生設置ゼロなんだよね。40秒ぐらい。まあ、そうですね。全然打ってないですね。そう。あの、この試合に限らず、多分もう生設置ないんだよね。でも、この、そう。で、俺別にそんな打ってないじゃん。まあ、ピンポイント要所で飛んでることはあるんだけど、はい、その、例えば40秒飛ばないやつにさ、はい、その飛ばれたら終わる選択肢ってもう取っていいじゃん。40秒飛んでこないんだから。あ、まあ、今ごめん、今飛んだね。今飛んだけど、ビビりすぎ。そう、ちょっと飛びを怖がりすぎな気はする。もうちょい、もうちょい設置。例えばこんな感じで追い詰められてる時とかは、はい、設置でなんかこう、きっかけを作った方が、いい気がする、はい。この状況で、例えば、その、まあ、悪い結果、飛びが通っちゃったら確かに負けちゃうんだけど、はい、逆にこの状況で、追い詰めててさ、飛ぶのって結構もったいないなっていう心理働くじゃん。自分から言ってる。まあ、チュンリーとか使った時、そういう気持ちになったと思うんだけど。はい、そう、やっぱ、追い詰めてる側、あんま飛びたくないから、そういうことを考えると、うん、設置も、その、なしじゃないんじゃないかなっていう気はする。もうちょっと打っていいんじゃないかなっていう。で、設置がいっぱい通ると、やっぱ台足って選択肢が出てくるから、はい、格段にしのぎが。ああ、ガイル側ってことですか。いや、メナトが台足引き戻しっていうことができるのよ。守りの硬さが、やっぱ急激に上がると思うんだよね。設置してると。そうですね。リターンも何もかも上がりますもんね。そう。台足がもうリスクなくなりますし。台足来るまではとりあえずガードっていう感じでガイルが後手に回るから、うん、まあリスクあるけど、とりあえず一回設置っていうのは、あの、ね、まあもちろん読まれちゃうとね、大ダメージなんだけど、はい、うん、あの自分の中に一個そのリターン超でかいんだぞっていう追い詰められてる時とかは、うんうん、思ってもうちょっと設置した方がいいかもしれないね。わかりました、うん、やってみます。まあわかんない、外部戦は少なくともそうだと思って、うん、いや、うん、多分他のキャラも多分あの攻められたら置いた方がいいなっていうのはやっぱ思いましたね。そういう感じだと、うん、どうしてもメナと切り返しがないんで、そこで相手を追い返すためには必要やなというふうに思いました。全然対戦内容変わってんだけど。さらにステージ戻した方が良さそうだよ。対戦内容の変わり方が面白い。全然選択肢があったの。
そんなに繋いして。いやちょっと。おっしゃ、やりました。ファイナルラウンド。間に合わねえか。そう、ちょっとその発動がガチなんですよ。まずいか。ラッキー。あれ？じゃあ死ぬのこれ。うわあ、生きてるか。スカ大好き、ありがとう。めっちゃ潜ってんの？うん。
いや。あ、重そう、なんかガクガクしすぎじゃねえか。意外とフォアザーバル困りそうだな。